こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、はい、22番、大熊キュートマです。大熊キュートマキャンペーンというのがですね、4月29日から始まりまして、こちらのリューボイジャーと小熊ボイジャー、大熊ボイジャーの2つを買うか、デラックス竜帝用セットを買うか、対象商品を買うと、こちらの大熊キュートマが1個もらえます。はい、そしてこちらのね、大熊キュートマは歴史でも登場しまして、コグマスカイブルーが使うと巨大化するというスキルキュータマとなっております。はい、これもねキャンペーン品なので、非売品ということで数に限りがありますのでね、お早めにこのリューボイジャーと大熊コグマボイジャーを買ってですね、ゲットしたいですね。はい、僕はねトイザラスに行って並びましてゲットしたんですけども、今回はですね、土曜日なんですけども祝日ということで、もうゴールデンウィーク始まっちゃいましてね、もうお子ちゃまがいっぱいで走り回ってましてね、まあ、僕はまあそのね、このすごい子だくさんな子連れのファミリーがですね5団体ぐらい前にいまして、そこが先頭でですね、で5団体ぐらいでその後ろぐらいにつけてたんですけども、まあその子だくさんファミリーがですね、一組のファミリーにつき子供が3、4人ぐらいいるっていうね、少子化問題とは無縁のご家族がいましてですね、まあキャッキャキャッキャ言ってましてねまあでも並んだのは30分ちょっとなんですけども、まあでも後ろを見たらそうですね、10人20人ぐらい並んでたので、そんなに、まあ今回はねペガサスキュータマの時ほどではないと思うんですけども、はい、まあとりあえずね無事ゲットできました。こちらもね、ラメが入っております。小熊キュータマがこちらです。コグマキュータマとの比較ですが、コグマキュータマは11番で、大グマキュータマは22番で、カラフルになってますね、番号が。そして大グマキュータマは、このねクリアパーツの色は同じ感じなんですけども、大グマキュータマの方はラメが入っているということで豪華な仕様になってますね。はい、認識ピンも違うので、後ほどセーザーブラスターで音声を確認してみます。この絵柄ですけどもね、コグマの方は両腕を上げているのに対して大グマは両腕を下げているという感じですね。まあ、クマでもちょっと違う絵柄になってますね。はい、それではセイザーブラスターで音声確認をしてみます。
はい、音声の方はね、ちょっと、今までのキュートマとは違った音声が入ってますね。変身の音声は大熊なんですけども、ボイジャーの場合は、大熊小熊、その後の音声もなんか2種類前後に渡って流れているような感じで、必殺技はまた別の音声になっているということで、結構特別な音声が流れますね。これはね、ちょっとびっくりです。それでは続いて9連王での発行絵柄を確認します。はい、ということで今回は大熊キュートマキャンペーンの大熊キュートマをご紹介しました。はい、絵柄もね、なんか面白い絵柄でしたね。大熊がこう小熊をね、守ってるような、ものすごい形相で守ってるような絵柄でしたね。これはね、なんかあんまりね、この小熊大熊っていうね、小熊があれば大熊いらないんじゃないかみたいな、そんな感じもしたんですけども、この絵柄を見るとね、ちょっとね、これはゲットできて本当に良かったかなと本当に思ってます。はい、これもね、劇中でたびたび登場するので、またね、どのように使われるか楽しみですね。はい、それでは以上、トイズガオーでした。